カオルエミネと。はい、ということで皆さんお待ちかねの新商品動画でございます。はい、ということでね、私が1ヶ月に1回新商品の動画を出しているんですけれども、なんか私の想像的というか予想的には結構春っぽいものがバンバン出てくるかなって思ったんですけど、スタバとかだったらよく桜の味とかピンク赤とかそっち系がねで結構出てくるかなと思ったんですけど、ほぼ桜とかあの春に関係ない新商品が多いです。まあ新商品ね、いろんなとこからいろんな商品出てるんですけれども、今回私がピックアップしたのはまず1つ目、ソルビン、雪の花かき氷で有名なソルビンなんですけれども、ソルビンから1つ、それからペクタパンって言ってペクチョーンさんがやってるコーヒー屋さんがあるんですけれども、ペクタパンからまず私が2つ選びました。でそしてそれからみんな大好きコンビニ CU の新作が出たということで、合計4つのレビューをやっていきたいと思います。まあ、いつも言ってることなんですけれども、韓国チェーン店なのにあの新商品がないことが結構あるんですよ。聞いてみると、あ、うちの店新商品やってないんですとか、あ、うちの店まだ新商品頼んでませんとかどういう仕入れの仕方をしてるかわかんないんですけど、やってないところ、仕入れをしてないところはちょいちょいあるので、今回もねちょっと、ということでね、じゃあソルビンから始めていきたいと思います。それではゴー。여기는짜장면있어요?아저희짜장면없어요?혹시여기는짜장면파나요?짜장면이요?네신상품인데아짜파게티요?프라이즈고래됐어고래ソルビン2店舗目でね、ついに見つけました。今回ソルビンから出た新商品はなんとジャジャミョンでございます。麺類が4種類出たんですよ。でその中にジャジャミョンっていうかジャジャンゲッティっていうのが出て、まあ、今回それを食べに来たんですけれども、とりあえず私ミョンドンに2店舗あって2号店で見つけましたので、あのぜひ気になる方はミョンドンのソルビンの2号店に来てみてください。チェック。はい、ということでこちらがソルビンから出た新メニューなんですけれども、ジャジャンゲティでございます。これでね4800ウォンだから480円ぐらいなんですけど、かなり量は少ないです。まあこんな感じで、はい、見た目はジャジャン麺のちょっと麺が太い版。ジャジャンゲティってことはなんかスパゲッティとかけてあるってことなんだと思うんだけど、じゃあ食べていきたいと思います。はい、それではいただきます。ジャジャンゲッティってこうどうやって食べればいいんだろう。フォークだからスパゲッティみたいに食べた方がいいか。多分冷凍とかなんだろうけど、そこまで何かこうポジティブなコメントしようと思っていろいろ考えてたんですけど、小腹が空いた時だったら量も少ないしいいかもしれないって思ったけど、小腹が空いたらイサクトーストとかパン食べればいいし、量が少ないから初めて食べる人に挑戦する分にはいいかもしれないって落としたんですけど、初めて食べる人これをジャジャ麺と思って食べたら多分2回目のジャジャ麺はないだろうし、ジャジャ麺はジャジャ麺のお店で食べるべき、ソルビンではねソルビンを食べるべきですよ。はい、じゃあペッカーパン行ってみたいと思います。クッキークランチはこうワッフル、あ、オフセア、はい、2店舗目です。頼む頼む、여기는쿠키크런치있어요?쿠키크런치네있어요.
저는 쿠키 크런치하고 와플 하나 주세요. 쿠키 크런치 아이스크림 올려드릴까요? 네. 해드릴까요? 아, 알려줘요. 올려드려요. 네. 500원 추가 주시는 거 괜찮으세요? 네. 6,500원이세요. 짠! はい、ということでこちらがペッタパンのクッキークランチでございます。すごい横におじいちゃんの団体がいてすっごい気まずいんですよ。だから声がめちゃめちゃちっちゃいと思うんですけれども、こちらがクッキークランチペクスチーノってやつです。で、価格がこれでなんと400円。どんだけでかいかわかる？この大きさ。そしてもう一つが23センチワッフルです。23センチワッフルが250円だよ。安い。しかもなんか角砂糖みたいなのがついてる。はい、ということでじゃあ食べてみたいと思います。じゃん、はい、こっち。これが23センチワッフルと400円のクランチペクスチーノです。私は500ウォン追加して上にアイスクリーム乗せてもらったんですけど、もともとは400円のやつです。いただきます。うん、リアクションがめちゃめちゃしづらいので、こんなに反応ないってことはあんま美味しくないかなって思ってると思うんですけど、美味しいです。ちゃんとオレオっぽいやつ、オレなのか分からんけど、オレっぽいやつがなんかうまい。味も別にさ美味しくていいけど、これがさ400円ってやばくない？バカ甘くはなくて、なんかいい感じで甘い。なんかこういう感じで大きい飲み物だけ売ってるメガコーヒーとか何個かあるんだけど、そこは何回か私も買って飲んでみたけど、なんかこういう甘い系のやつは本当にめちゃめちゃ甘すぎて全部飲めない感じなんだけど、ペッタパンのオレオ系のやつは全然大丈夫、飲める。大体こういう甘い系失敗するけど、これは美味しいわ。はい、じゃあこちら開けて食べてみたいと思います。じゃん、こんな感じです。角砂糖みたいなのがついてる。食べかけで申し訳ないんだけど、見てパイみたいに何層にもなってる。うまい。食べました、美味しい。角砂糖がめっちゃサクサクいう。え、何よりこのさ、何？何層にもなってるパイ生地みたいなのが最高なんだけど、美味しい。ツイッターのフォロー、それから高評価とチャンネル登録をお願いいたします。はい、じゃあシーユー行ってみたいと思います。私が探してるマカロンはない。頼む頼む。ねえ聞いて、今ね CU のマカロン探して約1時間さまよう歩いてるわけ。私マジで次の CU でマカロンなかったら朝から散歩してる元気な人だからね。ただのマジで会ってくれ、頼む。はい、行くよ。これにて私の朝のお散歩終わりです。여기있어서기분좋죠? 네, 어제몇군데간지모르겠어요. 한 6군데정도. 감사합니다. 짠! 하이! 그리고 이제 이번에 購入한 마카론의 프리미엄입니다.
で普通のマカロンは前回食べたみたいに3つかな3種類入ってるんですけど、これはね5種類だっけな入ってるやつです。でかなりね購入が難しいらしくて、私も本当に合計で7箇所8箇所ぐらいねコンビニを渡り歩きました。ということでじゃあ開けてみたいと思います。オープン。じゃん、めっちゃ可愛い。え、味はマンダリンマカロン、グリーンアップルマカロン、ローズマカロン、ブラックカレントマカロンからヘーゼルナッツチョコマカロンでございます。高級感やばくない？片っ端からね食べていきたいと思います。私的にはヘーゼルナッツチョコマカロンを最後に食べたいので、こっち側からはい食べていきたいと思います。じゃあまずマンダリンマカロン、柑橘系のやつだった気がするんだけど、こんな感じで黄色くて、まあ、結構太っちょマカロンですね。はい、じゃあいただきます。ん？確かになんかこうみかん系のさっぱりした感じがするんだけど、一歩間違えたら、まあ、下手したらあの小学校の頃にあったサワで。はい、じゃあバンバンいきます。次グリーンアップルマカロンです。あ、え、めっちゃ青リンゴの匂いするんだけど。本物の青リンゴの味じゃなくて、なんか青リンゴ味のガムとか青リンゴ味の飴とかの味がする。ちょっと苦手。はい、次バンバンいきます。ローズマカロン、こちらのピンクのやつですね。香りのいいバラの香りが口の中いっぱいに広がるマカロンだそうです。だからもはやバラ味とか言って食べ物の味じゃないんですけど、はい、食べてみたいと思います。え、トイレのトイレットペーパーの匂い。はい、次行きたいと思います。それでは次はブラックコレントマカロン。マカロン穴開いとる。え、メントスの匂いするんだけど。ん、なんかどっかで食べた味する。なんかもうよく分かんなくなってきた。飲み込んじゃいけないガムとかの味がする。ということで最後のね、こちらヘーゼルナッツチョコマカロン、ジャスミン、ジャスミンの香りとヘーゼルナッツがなんか合わさったチョコのマカロンです。これ絶対美味しいじゃん、絶対美味しいじゃん。私ジャスミンチ、ジャスミンチってジャスミンティーとかめちゃめちゃ好きだからさ、これ美味しいかも。じゃあいただきます。これに託す、マジで。うん、もうこれ5個でいい。はい、ということでごちそうさまでした。ということで今回は2月3月の新商品ということで、まあ4種類食べてみたんですけれども、まあ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 人生当たりあり外れありって感じですね。いや、とりあえずマカロンに関してはですね、私的には前回紹介した普通の3種類だけ入ったマカロンの方が美味しかったので、もしコンビニのマカロン食べるんだったら、まあこのプレミアムがもしあったとしても私的には普通のマカロンをおすすめするけど、まあでも気になるんだったらまあ自己責任でどうぞって感じです。ジャジャムについては明らかに完全に専門店で食べた方が良かったし、ベッタファン新商品については私的にはかなり、うん、特にワッフルは私おすすめかな。まあこんな感じかな。なんか一個ずつさ食べた時に説明しちゃったからそこまでまとめて言うこともないんですけど、ということで今回はちょっといろいろ大変だったんですけれども、2月と3月まとめた新商品の紹介でした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。クロアメアオンヌルンヨキカツ終わり。